シーズン始まってまだ初戦の選手もいましたし、新加入の選手もいて、こういろいろ合わないところもありましたけど、前半の4失点っていうのはやっぱり本当に、あってはならないことだと思いますし、次の、ね、試合でそういうことがないようにやっぱ反省して臨まなくてはいけないかなと思います。そうです、何ヶ月後かにまた ICL で、タイの、チームとやるんで、この、ね、経験をしっかり活かせるように準備していけたらなと思います。J リーグだけじゃなくてアジア全体としてこうレベルアップするためには、必要なことだと思うんで、それは、はい、いい大会になったんじゃないかなと思うんで、続けていけたらなとは、はい、思います。